その、今年はもうあと半年しかないんで、あっという間なんだよみんな。あっという間なんだよ。みんな体調崩してないか大丈夫かあのー、みこ最近ですねー。これはね、あのメンバーのコミュニティに書こうかなと思った内容なんだけど、ちょっと今言っちゃうわ。あのー、 検査に。で検査結果をもらってきたんだけど <laughs> まなんかそんなに大きなことでは何もなく何もなくまあ、でもこの後もねどっかでまた検査もうちょっと詳しい検査 推しに行こうかなっていう感じなんだけどやっぱでもねちょっとね生活習慣がねよくないよくないなっていう数値だったの <laughs> まあそれはねそう,そ,れはそうだろうなって思ってたんだけどそうちょっと疲れやすくなっちゃってるからね ちょっとね、なんか改善していかないきゃね、いけないなぁ。っていうね、話をしてたんだよね。うん。そうね、マネちゃんとさっきその話をしてて、やっぱり、その、ホロめン今結構体壊してる人が多くてさ。まあ、もうね、みんな活動して結構立ってるから、 お肉もそれでさ、体調ね、よくなくなっちゃって、お休みしますってなっちゃうとよくないから、まあ、なんかこう、大きく変えるわけじゃないけど、もうちょっとね、折り合いをね、つけて、改善を,を意識しなきゃなっていう話はしたよね。<laughs>